今待ってます。こんにちは。こんにちは。はい、増山玲奈の地球は一つ、今年初めての放送です。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今年は地方選がありまして、いろいろ全国各地で面白い候補者の方々がたくさん立ち上がってくれてるんですけれども、戦争に対しての、そして原発に対してのっていう、私の、ビジョンと共通する方で、この人面白そうっていう方全国から発掘してまいりまして、皆様にお伝えしようと思います。今日は大阪の吹田市から候補を決意されて、去年からずっと活動されている元力士の栗原正吉さんをお迎えしています。栗原さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。はい、栗原さんは、昭和、ごめんなさい、昭和31年生まれの元力士さんで、昭和53年に最終場所を、最終場所だったと。で、そうで、最終、はい、廃業ですね、そこで。そこから、はい、相撲協会のを引退されてから、はい、佐川急便で働かれたり、相撲茶屋を開業されたり、タクシーで働かれたりという活動をされてきたんですけれども、どうしての今回吹田市に市議会議員さんとして立候補されようと思ったんですか？まず吹田に、若い、吹田から、まあ、若い力をね、どんどん発す、ちょっと待って若いね、立派な、力士を作りたいと思って立候補の決意をしました。はい、こちらのパンフレットを見せていただきますと、栗原正吉7つの約束というふうに書いてあるんですけれども、まず全ての学校に土俵を作るということを目標とされているんですけれど、はい、土俵を作ってお相撲をするっていうのはすごく楽しい。すいません、私も、まあどうしてそういうふうな約束をされたんですか？まず吹田にはね、一個もね、今土俵全然ないんですよ、土俵はね、でまして国技のね、相撲がどんどん廃れていくっていうか、横綱大関はもう今もう外人の方ばっかりなんでね。確かに、ぜひ日本人の、大関横綱、まあ今は寝屋川から一人ね、豪栄道さんが出てますんで、吹田からもぜひ、そういう大関横綱が出るように、尽力したいなと僕は思ってるんですけど、なぜ今吹田には一つも土俵がないんで、以前は、まあ、関大に、関西大学にね、相撲部がありましたんだけど、今は一つもないんで、ぜひ吹田から大関横綱を作りたいんで、ちっちゃな土俵なんで、ぜひ、それを、作って、まず学校、の学生とかね、小学生、中学生、そういう方にもどんどん地域でやっていって学校で取り上げてもらいたいと、で学校の授業に、相撲を取り入れてほしいなという気持ちです。今、栗原さん安心安全人声会やラジオ体操会、はいはい、相撲体操会ということをすでに吹田の地域の方々と行っているそうなんですけれども、どんな反響がありますか？まあ、皆さんの地域の方にね、お年寄りの方結構多いんでね、朝早くから、まあ、ラジオ体操、通じて、地域の、一人住まいの方とか、おじいさんおばあさん、子供がなかなかね、夏休みやったんですけど、子供がなかなかみんなゲームばっかりして、集まらないんだけど、まあ、おじいさんおばあさんでも一人暮らしが多いんでね、そういうのを一生懸命体操でとか一声で、ね、まして相撲体操というのがあるんで、少しずつ広めて、みんなの地域の輪になったらいいなと、絆が作れたらいいなと思って、一生懸命今やってます。相撲体操っていうのがあるんです。あるんですか、はい。やっていただいてるじゃん。相撲体操はまあこういうふうにやるんですけどね、四股踏んだり、なかなか
おじいさんおばあさんではちょっとあの思考を生むとか尊敬するとかってなかなかできないんでね、まあ少しずつ教えていこうかなと思ってます。はい、なるほど。のあとの栗原さんは憲法9条を守り集団的自衛権なんかにも反対していくっていうことを、はい、この7つの約束の中でされてると思うんですけれども、はいはい、それはどういう思いなんですか？集団的自衛権、まあ、憲法9条を守ろうと、まあ、この戦争になったらね、まあ困るから、まあ、これ反対と。でまして武器、もうね、輸出三原則、まあ、そういうのも全部反対と。特に原発が僕は一番反対してるのは、はい、僕は今その当時原発福島の原発が爆発した時にね、もう水がないと。んで、まあ、僕の姉のね、おいっ子はもう赤ちゃんなんで、ミルクに飲ますのに要するに放射能入った水ばっかなんで、特に大阪は僕住んでますんで、送ってくれ送ってくれと。で輸入食とか、まあ、食料品ね、結構半年ぐらい送ったかな。もう大変な思いしました。でまあ親はね、畑やって野菜を作ってるんだけど、まあ、親は、まあ、今更もうええわって言ってるんですけど、まあ、そのちっちゃい子供にはね、水だけをね、いい水を飲ませるために、まあ、大阪から買ってよく送りましたよ。それなのに、まあまあ、原発を、まあ、今度は仙台原発を動かすとか言ってるけど、はい、まず福島をね、片付いてない。でましてまだ帰れない人がいっぱいおるのに、それはおかしいやろと。まずそれをきちっと片付けてから、やるっていうのが筋じゃないかなと。人間としてもね、それをまあいくらもね、いろいろまあ原発をよその国に売るのかどうか知らないけど、そのために動かすってちらちら聞くけど、まあ、そういうことないように、やっぱりきちっと日本の福島の原発がきれいになって、みんなが帰って安全やということを分かって初めて動かして売るなりなんなり、海外にね、売るなりなんなりするのはいいんだけど、動かしたり大阪でも大阪でも大井原発、はい、動かしてもいいんだけど、まずきれいに片付けてからやってほしいなというのは気持ちですね。はい、私も原発の取材は続けていて、福島に通ったり、あと自分自身が原発がきっかけで避難して、子供を連れて関西に来てるっていう状況なんです。あ、そうなんだ。はい、なので原発は本当他人事じゃないなって思いで、ずっと声を上げてるんですけど。よくあるんですよ、私も。親戚多いからね、あっちに。だからね、あんまりもちょっとおかしいんじゃないのって言って、今いっぱいありますよ。だからやっぱきちっとね、はい、してほしいなと。政府もね、関西の方々はあまりその原発事故といっても直接関係ないんじゃないかとか、うん、もう随分経ったっていうふうに思われる方もいるかもしれないんですけど、福島のことを忘れられてしまってる、この数年間忘れられてるような、だんだん記憶が薄れてるような中で、再稼働を進めようとか、だからこそ輸出をしてしまおうっていうのは、ちょっと止めたいなと私も思ってます。だからこれはまあ完全なる大手のね、企業さんのためにね、原発を動かすみたいなもんですよ。で実はデータ的には、都合の悪いことがどん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 出てきていて、福島第一原発の収束についても、汚染水の処理が、凍土壁ができるできると言ってたことができなかったり、できないですね。汚染水処理もできてない状況なんだけど、今までにも増してその秘密保護法の施行があったということで、情報公開がしにくくなって、福島での、状況、その被爆による健康被害も含めた、いろんな被害のも表に出にくくなっているということが あるので、力を入れて反対の声を上げていきたいなというふうな思います。でもう一つ、その7つの約束の中で、はい、強調されてらっしゃったのが、はい、そのヘイトスピーチに声を上げていこう、はい、ということなんですけれども。そうですね、断固反対ですね。この間も、まあ、最高裁でもこれ出ましたし、判決ね、はい、これしたら反映ということで、まあ、お金を払えとか、賠償払えとかって決まりましたね、そうですね。いいことじゃないですか、こういうことは、ね、
いうことじゃないんじゃないかなと思うとね、差別や人権のね、この偏見いうことはね、はい、あると思いますけどね、僕は。こういう人がちょっと変わった人だなというのは、僕は見てますけど、はい。このヘイトスピーチの反対というところの中で、うん、外国人の、外国籍の方々にも、吹田市民として地方参政権を認めさせるということを書かれていると思うんですが、うん、どういう思いでこのような、いや、僕はこれからも日本人がどんどんね、はい、日本人というか外国の方がどん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 入ってくるので、はい、一地方のね、区長、議会ぐらいの、地方参政権を与えてもいいんじゃないかと。なぜかというと、まあ、同じように、日本に住んでて、お金、ね、同じように所得税、住民税、区民税、ね、県民税っていっぱい払ってるのに、それが何もないっていうのはちょっとおかしいんじゃないの。それで、まあ、縛りがあるっていうのもおかしいんじゃないの。僕はお金もらってないんだって話もね、ある程度の金、半分ですよとか少ないんだったら、あれやけど、同じようにお金もらっとっといて、あれはしたらあかん、これはしたらあかんとか、うん、制約がいっぱいあるんだけど、それおかしいんじゃないのと。そしたら、まあ、地方のね、はい、参政権ぐらいを与えてもおかしくないんじゃないかなと、うん、これからどん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 人口が減ってきて、おじいちゃんおばあちゃんしかなくなって、結局は外国の方がどん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 日本に入ってくるんだから、そのためにも、まあ地方参政権というのは移民じゃないけど、まあ、そういう方の声がいっぱい出てくるんじゃないかと。これから僕は反対しないで、まあ、どうしても認めた方がいいんじゃないかなと思いますけどね。地方の場合はね、国政じゃないんでね、賛成。本当に隣に住んでらっしゃる方々だったりするわけですもんね、うん、町内の中で、うん、お金はね、同じようにみんな払ってるんだからさ、市役所の市民税ね、払ってるんだから、与えてもおかしくないんじゃないかなとね、思うんですけどね。はい、分かりました、はい、あと最後に、ここは訴えたいみたいなところがあったら、ぜひアピールしていただけたらと思うんですけど、ぜひ、まあ、吹田から大関横綱を作るために、土俵を作りたい。そんな大きな場所いらないんで、お金もかからない。まあ、相撲っていうのは怪我するわけじゃないし、そんなに押したり引いたりするだけのことなんでね、死んだりすることもないんで、ぜひ、皆さんはできるんで、やってほしいと。で、私は長いこと大鵬親方の、付き人でカバン持ちをしてましたんで、親方からもよく相撲のことは発展のために栗原君尽力してくれとよく言われました。ほんで、まあ、去年1月の末に青山葬儀場で、葬儀に営まれたんですけど、私も、まあ、白鵬関の、ね、横綱白鵬関の横で、まあ、一応見送ったんですけど、ね、それから、まあ、1年に1回は墓参り行ったり、大阪東京に帰って、ずっとやってきましたので、ぜひ相撲が、これからも日本のために発展するように、吹田からも一つぜひ動画を作らせてください。お願いします。栗原さん、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございます。最後なんか相撲のポーズとか。相撲のポーズ、はい、わかりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうでした。何言ってか分かんないでしょ。